どうも、こんばんは、ヤヌメです。今回は東京グルリインボーク、前回アタッチメントガチャ10連、したんですけど、チケットで、今回は普通のですね、プレミアムではないけれども、普通のチケットガチャを、10連、無料のチケットで10連していこうかなと思います。SSR の提供割合は 3% ということでかなり高いということですね。出るキャラの中ではそうだな、何が欲しいって言われてもね、あんまりなんですね。そうだな、本当にいないな。迫撃アキラあたりかな。持ってないキャラ引ければいいんですけどね。亡きなり、10日でもいいし、そうっすね。そんな感じですかね。じゃあ10連していきましょう。この単発で引くことによってね、10連であっさり終わってしまうこの感じをなくすっていう、そろそろこのラインナップも増やしてほしいところではあるが、これなんだ、 iPhone10 に変えてからちょっとエフェクトがよくわかんねえ。SR、SR あれですね。RC ポイントの肥やしですね。レア。レアか。渋いね。でもこんなもんでしょう。チケットならね。渋いね。これ、前回みたいに11連で SSR1 枚。うましいみたいな感じのことはできないんじゃないかな。そんな気がする。このままあと4回レアがポン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 って出て、なんか終わりそうな、そんな気がしますね。やべえぞ。待って、あまりにもあれで飛ばしちゃったけど、ナキっすね。いいじゃん、狙ってたキャラが引けたんだから、もうこれで僕は満足ですよ。泣き麻痺を完全に、違えわ、なんだ、麻痺を完全に防ぐ。残り2回は、SR1 枚でも出てくれれば全然満足ですよ。これはなんだ、 SR だね。名前が出てこない。朝木だったっけ。ちょっと売るか。ちょっと売りますわ。当たったやつをね。朝木売るわ。でもいいんじゃないかな。このズーム機能は何なんだろう。ちょっとあれかな。アタックとかで隠れてるやつの見えるんだけどさ。表記で。キャラのステータスで書かれてる部分のちょっとズームで見えるんだけど、そこまで見えるわけじゃないっていう。はい、ということで、10回終わったんですけども、持ってない泣きが引けたんで、今回も勝利ということでいいでしょう。やっぱり10連より単発の方が出るんじゃないかなとは思うんですけど、10連だと SR が確定とかいう付加価値がついてきたりするんで、どっちもどっちって感じですね。というわけでお疲れ様でした。また次回の動画でお会いしましょう。